県一関市にああるる公共図書館である基本理念で掛けよう言葉の海へ、地の森へをもとに2014年に現図書館が開館した。岩江川堤防改修事業に伴って建物の老朽化が進んだ田村町の全図書館から場所を移転し、もともと文化センターの競技場があった敷地に設置されている。約30万冊が、 収蔵可能な閉架書庫などが設けられており、一関市立図書館の中央図書館として機能している。主な配置としては、建物の1階に駐車場、2階に図書館の開花書庫、3階に屋上という形になっている。建物の南の開けたスペースには180台が収容できる駐輪場が設置されている。また、図書館に隣接されている。 一の関文化センターとは1階の駐車場の通路を利用して接続されており、センターと図書館の間の移動が簡便になっている。一般利用者向けに開放されているフロアは以下を参照。建物の構造は鉄筋コンクリート作りの3階建てで、閲覧部分の屋根は鉄骨作り、エントランス部分は一部鉄骨鉄筋コンクリート作りとなっている。 二階の閲覧室部分は鉄骨とプレストレストコンクリートによりスパン17メートルの空間を確保している。本図書館では1959年から移動図書館が運行されている。運行開始から1964年に専用車両、和学草号が導入されるまでは借用車両を使用していた。現在使用している車両は2021年4月7日から 運行されている5代目和学作号で、トラックがベースになっており2500冊の図書を積載できる。一の関図書館、一の関私立図書館。ありがとうございます。